第19回アジア陸上競技選手権大会は、2011年7月7日から7月10日に、かけて、神戸市須磨区の神戸総合運動公園、ユニバー記念競技場を会場として行われた。アジア陸上競技連盟が主催、日本陸上競技連盟が主管し、40カ国の選手が参加して、男女トラックフィールド42種目が実施された。 開会式前日の7月6日に行われたアジア陸上競技連盟の総会には41カ国の代表が出席し、次回2013年の第20回大会開催地をインドのニューデリーに決定した。大会は1日目の男子10種競技100メートル男子円盤投げで開幕し、男女1万メートルの前に開会式が行われた。第2日に見舞われたが7種目で、 大会新記録が生まれた。総合成績では開催国の日本が金11、銀10、銅11の32個のメダルを獲得した。また日本は男女すべてのリレー種目で優勝を飾った。中華人民共和国は、劉将が大会記録を更新して2大会連続優勝を飾り、また女子跳躍種目、投て種目で強さを発揮した。クウェートのムハンマド・アゼミは、 男子中距離層の西種を制し、バーレーンカタールはアフリカ出身のキカ選手が活躍した。この年に行われる世界、陸上競技選手権大会の開催国、韓国は金メダルなしの結果に終わった。最終日4日目の男子4400メートルリレーの後、閉会式を行って全日程を終了した。男子棒高跳びは雨天により7日から8日と、 順延された7月7日、この日は雨が断続的に降り続くコンディションとなり予定されていた男子棒高飛びは翌8日に延期された。1日を通して気温は25度前後で推移したが湿度は95%を超えている。午前10時に最初の種目である男子十種競技の100メートルと男子円盤投げが実施された。男子円盤投げは アジア記録保持者であるイランの F3 肌手が4頭目に62平方メートル7を記録して優勝2005年の2川から大会4連覇を飾った。女子ハンマー投げは日本のアヤマスミーが2頭目の66メートル21で首位に立つと5頭目に67メートル19を記録して女子ハンマー投げでは日本人初となる優勝を飾った。 アヤは5回の試技が64メートルを超える安定した強さを見せた。女子総幅跳びは2回目に6メートル56を記録したインドのマヨーカ・ジョニーが優勝した。女子やり投げは3投目に58メートル05を記録した中国のリュウ・ハルカが優勝。女子1万メートルは中盤からバーレーンの下やエシェテ・ハブテゲブレルとカリー・マジャ・シムサレーが他を引き離し、最後は ハブテ・ゲブレルが優勝した。ハプテ・ゲブレルはエチオピア出身。3位争いはインドのプリージャ・スリード・ハランが制し、中村瞳、序盤に先行していた長尾薫と続いた。男子1万メートルはバーレーンと日本の選手が中盤までに4人で戦闘集団を形成し、入れ替わりで戦闘に立つ駆け引きと激しいペース変動を繰り広げた。 残り300メートルからのスパートで、バーレーン勢が抜け出しハサン・マハブーブが優勝、2位にビリスマ・シュリ・ゲラサが入り、村沢・アキノブ、ウガチ・キョウと続いた。この日は、男女の100メートル、400メートルの予選が行われ、男子100メートルの大会記録及びアジア記録保持者のサミュエル・フランシスが100メートル準決勝を棄権した。7月8日、コ関西地方の梅雨明けが発表された。 競技場には強い日差しが照りつけ、30度を超える気温と時折秒速5メートルを超す風が吹き荒れる中で競技が行われた。この日に変更された男子棒高跳びは5メートル40からスタートした沢野大地が5メートル50を1回でクリアし、自身3度目となるアジア選手権優勝を飾った。沢野以外に5メートル50を成功する選手が出ず5メートル。 40で3人が並んだが、試技の回数で、小木田大樹が2位に入った。女子円盤投げは、中国の孫ふ頭取りが1回目からこの日1人だけ60メートルを超える60メートル89を投げて優勝した。男子千5 0 0メートルは、バーレーンのベラルマンスールアリが先頭を進んだが、終盤に失速、クウェートのムハンマド・アゼミが残り200メートルから、抜け出して、クウェート勢、 男子1500メートル初の優勝を飾っている。女子1500メートルは、バーレーンのゲンゼブシュミレガサが優勝した。男子3段トベは4回目に、エフゲニー・エクトフが16メートル91を記録し、アジア記録保持者のリエン・ヒロシを逆転して優勝した。女子100メートルは、ウズベキスタンのグゼル・フビエワが貫禄を見せつけ他を、話して優勝を飾っている。 男子100メートル決勝は一度目にフライングの判定があり、コースタートを決めた日本の江口忠氏に対して係員によって一旦失格が宣告された。直後の審判団による確認の結果、K4 選手が機械によってフライングと判定されていたことが判明し、審判長によって機械の不具合によるものだったと判断された。選手に 過失はなく4台の機器に誤作動があったことが原因で、10分間の審議の後に失格の判定は取り消されたもののレースは混乱の余韻を引きずったものになった。中国のソヒノエテンが中盤から抜け出して優勝、エリグジは2位となった。男子3000メートル SC は、カタールのアブベーカー・アリカマルが優勝、前回王者のムバラクサレム・タヘルは3位となった。女子400メートルは、 アジア競技大会に大会連続の金メダリスト織が、テレシコワが優勝を飾った。男子400メートルは、サウジアラビアのユーセフ・アハマド・マスラヒが優勝、広瀬秀幸、金丸雄三の日本勢が続いている。男子10種競技は2日目の110メートルハードルまで、日本の中村昭彦が首位を走っていたが、円盤投げで、イランのハディス・エベフルザードが中村を逆転。9種目を終えて、 セベルフルサド、13点差の2位に、インドのバラット・インダー・シン、3位に、中村が続いていた。最終10種目目の1500メートルで再逆転すべく、中村は先頭を力走して、点差を縮めたが、前回前々回の銀メダリストのセベフルサドが26点差を、しのぎきって初優勝を飾った。3位に入った、シン。 4位の田中博正は共に怪我をしての参加になったが、参加8人中この4人が10種全ての競技を終えている。2日目は、女子7種競技の1日目、男子400メートル、リレート男女400メートルの予選が行われた。ありがとうございます。